おーし、行くぜ、イエイ。ちょっと待って。ほい、ということで今回もやっていきたいと思います。じゃあ早速、いきますか。今のお願いはこんな感じです。シーソーを傾けて、難しさは2。いけるか。シーソーのコースを作ったんだけど、ゴールできるか見てくれない？シーソーに乗ってる敵を打ち上げたいならヒップドロップさ。あ、ヒップドロップならジャンプ中に、Lスティックで下、Lスティック下。体育の先生。それでは行ってらっしゃい。シーソーを傾けて。もう 16% できたよね、お城。よし、行くか。え、これ乗れるの？まずそこから。乗れたわ。あー。サボテンは当たっても大丈夫。ほいー。は。怖い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 。よいしょ。こっちか。あー、ちょっと待って、いけない。怖い。くわー。あ、届かん。届かん。届かなかった。はい、こっちだ、こっちだ。で、あ、届かん。ちょっと待って、待って、待って、待って。もう嫌だ。すでに。すでに。早い。ちょっと待って。お。あそこのハテナブロック取りたかったな。お。え、ちょっと待って。は。そのまま待てばいいわけやね。よいしょー。パックンが怖いよ。あの土管は入れるやつかな？すごい。びっくりしたー。待って、上。ちょっと待って、こっち絶対入れるよね。ほらほらほら。待って、で、いててて。あ、もしかしてあれですか？あっこに吹っ飛ばさんといかんとか、そういう感じの。ちょっと乗らせて。は。はは、ちょっと待って。ちょっと待って。これは。おぉ！やったー！取れた！こっち行くのこれ。帰るんかな？普通にあの土管から帰ればいいんか。よし。ふぅ。絶対ダメージ受けると思った。よいしょー。はい、中間。イェイ。はなちゃんや、はなちゃん。おっと、あれは。でも、あっこは。どうなの？あ、ちょっと待って。あ、怖い。お、怒らせてしまった。落ち着いて、落ち着くんだ、はなちゃん。めっちゃプンプンやん。あれ多分あっこで、あ、でも待って、小さくなってしまったけんさ、もういけんのじゃね？よいしょ。ひえー。こっちから降りれるか。こわ、下行けるの？あ、下行けるか。じゃ、こっちから。こ。え？これは？こ。ちょ、待って、君、重いんだけど。フェルに当たった。ジャンプ力だけ無駄にある。よし、行くぜ。ほい。違う。戻らないで。取って。怖いよー。お、はなちゃんやっつけたんじゃない？いいね。これで。おー。ユキですね。ちょっと待って。ちょっと待って、戻れない。ほっ、てい。ふぅ。はっ。ちょ、待って、こっちに来てもダメじゃね？こっち来てもダメじゃないですか？はっ。おー、なるほど。上に放り上げることができるわけだね。もう確実にぶつかるよね。確実にぶつかるから、でかい状態でないと。おー、そういう感じ。お、
あ、これもしかしてもうゴールじゃない？ほら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 。ね。だと思ったんだ。あ、無理。無理無理無理。全然無理。くっそー。上まで行きたかった。マリオタイム。イエーイ。これ作れるところとかないんかな、新しく。お、西館がもうちょっとで出来上がる。ねえねえねえ、ないっすか？本館1階。本館1階完成って前見んかったっけ？あ、そっか、1200か。全然足りない。よし、お願いを叶えていこう。今のお願いはこんな感じです。潜ってびっくり、逆さマリオ。これも難しさ2やね。逆さマリオ。同じ地下を2つ作ったんだけど、片っぽは重力が反対になってるっていいと思わないか？ちなみに重力が反対なら坂道は、あ、スティック上で滑ることができるぞ。いたずらモグラ。混乱しそう。それではよろしくです。絶対私苦手な感じやと思う。でも2よね。2、頑張ろ。おーし、行くぜ、イエイ！ちょっと待って。ちょっと待って。落ちてくるのね。はぁ、あ、いい、やめてー。怖っ。怖っ。なんだあれは。こっからなんか出てきたりとかせん？もしかしてあれか？上に入れ。おー、反対になった。うわぁ。これ、こっち向きに進んでったんでいいかな。あ、こっちでいいっぽい。ひえー、混乱する。あ、そっか、これは何かを吐き出すわけではないんよね。怖い、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 怖い。えへ。ぶつかりました。へえー、ちょっと待って。あ、一応こいつあれなんや。普通に。あ、そっか、あっち行ったらいかんやん。ちょちょちょ。待っとこう。いやー。怖いなー。あ、そっか、上から行かないと結局ダメなのか。く。ちょっと待って。お。さあ、来い。よし。あ、このコインはさ、取れないんすかね。めっちゃ取りたいんだけど。この辺から。ちょっと。はぁ、あ、いけない。全然いけねえや。つら。もうちょっと何かしら必要なの？く。つらい。お。自分の体が傾く。ちょ、待って。混乱するね。あ、やった、コインも全部取れた。イェーイ。お。は。さあ、ここジャンプで越えていかんのか。こう。いい、怖い。で、こっちに行ったら元に戻るんか。この繰り返しで行けばいいということ。頑張ろう。そこのコインが取りたいんだけど。でもこれ横から滑り降りていったら自分ダメージ受けるよね、きっと。わからぬ。お。届かんかった。いやこっちから？いや、でも取れねえ。取れねえ。はい。また反対の世界へ。怖い。そっか、こっち側か。あれは？え？そういう感じ？ほ。そういう重力関係ないやつなんやね、君は。あ、これシーソーやん。あれは何？扉？ああ、ちょっと待って。
入れ。これどうやって入るんだ。あ、入れた。てか、あれやな、さっきのあっこの、コインゲットしてないの？これは一体、もう何が何なんだかわからねえや。あ、ゴール？ふぅ、やったぜ。あ、これで西も完成したんじゃない？コインはまだまだだな。そう、ほら、西館一階完成。これで一階部分は全部完成ってわけか、扉以外は。おー。あ、てか全部色が違う。完成しました。見てください。西館一階ができましたよ。今回も完璧。100点満点中120点です。オーバーしてる。さあ、どんどん行きましょう。真ん中、もうあと真ん中だけか。1200。それぞれ、工事を担当したキノピオの色になっとるってことやんね。ほい、ということで、今回はこの辺で終わりにしたいと思います。最後まで見てくださってありがとうございます。よろしければ、チャンネル登録、グッドボタン、ツイッターフォローお願いします。最初から見てもいいよという方は、動画の概要欄に、再生リストのリンクを貼ってますので、そちらからどうぞ。いつもたくさんのコメントありがとうございます。また次回の動画でお会いしましょう。またねー。あー、でも今回は、でもね、いい感じに、まあ星が少なかったっていうのがあるけど、いけたんじゃないかなと思います。次も頑張ろう。